東京大学理研アヤキーの黒木優子と申します。今日はですね、すいません、今日はですね、理工系の大学はどのようなところなのか、理系に進学したいと思っているけど、どんな進路があるのか、あとは、数学がどのように研究にこう関係するのかということ、中高生の皆さんが疑問に思うことを、情報系の一研究者としてなるべくリアルなところを紹介できればと思っております。私の研究分野は、数理最適化、統計的機械学習と呼ばれる分野でして、でこれは人工知能 AI 研究の、基礎理論になっているものであったり、あとは応用数学の一分野としても、知られている分野です。で自分の研究としましては、主に数学を、駆使して、アルゴリズム、つまり何か目的があって、それを解くための計算の手順ですね。その記述方法と、その理論を作る研究をしております。で経歴をここにいろいろ書いたんですけれども、これよりもどうやってこの経緯に至ったかを前半で少し話させていただきたいと思います。私は都立西高校という、ところを出身でして、高校時代は部活中心の生活を送っていました。でそのせいもあって、高校2年でこう分離選択をしないといけないんですけれども、その時になかなか決められなくて、理系に惹かれていたんだけれども、文系の科目も好きだし、で理数科目が得意かといったらそんなに得意ではなかったような状況で、担任の先生は国語の先生でしたけれども、黒木は文系の方がいいと思うなっていう感じのアドバイスをしていただいたりして、迷った結果、その時の直感に従って理系のクラスを選びました。でそのような状況でもあったので、大学に入って、どういう分野を進むべきかがあまり分からず、当時は環境問題の解決に、なんとなく興味があったので、環境問題っていうのは文系的なアプローチもできるし、理系でもどの、アプローチも、どの分野からもアプローチできるので、それもまた迷いがあって、結局、ここに書いたように、いろんな分野の大学の学科を受験して、自分を選んでくれたところに行こうと思って、そういうような感じでやっていましたし、かつ、経済学とか教育学部とか、まだ文系というか文理融合のところも選択肢との残して受験をしました。で結果的には東京工業大学の生命理工学部の、当時は七類と呼ばれるところに入学いたしました。で東工大に入ってからは最初は広く理工系の基礎を学ぶカリキュラムになってまして、もちろん生命理工だったので生物中心のカリキュラムではありましたが、科学の実験もするし、物理の実験もするし、生物学の実験などもしながら、自分はその時は線形代数や微分積分という数学の発展というか基礎なんですけれども、高校受験の時は少し苦手ではあったんですけれども、大学に入って数学の勉強を続けてかなり面白いと思うようになっていました。で当時は図書館を回って、全く知らない学問があることが非常に感動したのを覚えておりまして、空き時間があったらなるべくこの図書館に行って過ごして勉強していました。で1年経つと学科に進学するんですけれども、その時は当時社会工学科と呼ばれるところがあって、制度設計の面では経済学、ゲーム理論、確率、統計、最適化と呼ばれる数理系の科目を学べて、かつ公共システムというキーワードを軸に空間設計、景観工学、まちづくりに関してですね、学べる学科で、それ面白そうだと思ったので、それを選んで、この子にちょっと写真を出したのは、レインボーブリッジがの模型なんですけれども、それを作るっていうの、非常に楽しかったなというのを覚えています。で、理系というと、レポートとか課題が大変でずっと図書館に持ってるかと思われたら誤解しないように、ちょっとだけ番外編で写真を置いたんですけれども、課外活動やサークルもいくつかやっていました。で左のところが
当時は女子学生が少ないっていうことはそこまで認識してなかったんですけれども、またまたますごくアクティブな先輩に誘ってもらって、女子学生向けの交流会の企画をしたりですね、これは女性の卒業生も参加してくれたりしたんですけれども、あとは当時は進路選択が全然分からなくて、どんな仕事があるか全く分からなかったこともあって、東工大の卒業生、男女問わず、一応女性の先輩を中心ですが、国立の研究所だったり、省庁に行かれた先輩のとこに行って、インタビューをして、それを記事にまとめて、ホームページで公開したり、冊子でを作って学内で配ったりとか、そういう活動をしていました。で、理系の学生も夏休みは、非常に時間があって講義がないので、その間は、スカイスポーツの、サークルで楽しんだり、あとは小学生向けの科学教室というサークルもあって、東工大では女子学生は、1割、2割程度なんですけれども、メンバーの半数弱ぐらいが女子学生がいるサークルがあって、小学生に対して対象に科学の楽しさを伝えるという活動もしていました。その他も友達に誘ってもらって音楽のサークルに入ったり、あと他の講演会の企画、留学生の交流、キャンパスガイドなど、さまざまな活動をしていました。で、3年生になるとですね、主に、みんなさらに専門を深めることになるんですけれども、これ学科によるんですけれども、学科によっては3年生が忙しいんですが、自分の学科は比較的時間があって、友人はこの時期に短期留学、アメリカに行ってる人もいたし、インターンとか行ってる人もいました。4年生になると、研究室に配属して卒業研究をすることになります。で、多くの割合で大学院に進学して、さらに研究を進めることになります。ただし、理系に行ったからといってずっと大学院に行かないといけないかというと、そうではなくて、学部で就職した友人もいて、銀行だったり、金融系だったり、就職した人もいました。私の方は、3年生で卒業研究をして、そのまま大学院に進学するという制度もあったので、当時すごく研究がやりたかったので、それを選んで、最適化とオペレーションズリサーチ、アルゴリズムの研究室に所属しました。で、この分野については、このオンラインセミナーシリーズの、第1回の武田紀子教授が、この分野の紹介もしてますので、ぜひチェックしてみてください。で、当時、その4年生の、あ、3年生の時は、効率の良い、輸送費用が少なくて済むという意味で、効率の良い輸送ネットワークの設計のアルゴリズムの研究をしていたり、あとは、その企業にとって広告利益が最大になるように、各メディアにどのように予算配分したら影響力が最大になるかといった問題を考えていました。で、研究はどういう感じかと言いますと、私の分野の場合では、アルゴリズムの、さっき言った計算の手順ですね、それの良さを数学的に保証するという、理論的な研究ありますし、またコンピューターを実際に使って、数値実験、シミュレーションをするという、そういった、タイプの研究もあります。で、研究室はどのような感じかというと、研究室のみんなで研究を進めるための専門の本を読んだり、英語の論文を、読んで、理解して発表したり、あとは指導教員の先生や仲間と議論するといったように、一人で研究を進める時間もあるんですけど、それだけではなくて、研究室の時間、週に2回、2時間ぐらいですね。そういった時間があって、主に研究室で過ごしたといったことになっています。で、修士は多くの学生が1年生の時に、さらに専門的な大学院の講義や研究を進めることになって、2年生では国内外で学科発表したり、修士論文、執筆、研究を進めながら、その傍らで就活をする人も多いですし、博士課程に進む人はここでどうするかを考えることになります。で、私の場合は、統計的機械学習と呼ばれるデータの背後に潜む規則を自動で見つける、数理技術を研究する
分野がありまして、まあ、その研究室、その研究が面白いなというふうに思ったので、博士課程では、この研究室を選びました。で、指導教員の先生は、この、主催の AIP センター、センター長の杉山先生で研究室で、まあ、日本にそのような研究室があるので選びました。で、統計的機械学習の、魅力と、自分の思う魅力というのは、応用の分野と基礎的な分野の、まあ、両方の側面がある、ところだと思っていて、まあ、例えばデータマイニングやコンピュータービジョン、音声情報処理、自然言語処理、情報検索とここに書いたところは、まあ、比較的応用分野とされている情報系の中でも、そういう分野なんですけれども、それの元になって、いたりだとか、まあ、逆に、統計的機械学習というのは、その背後の、まあ、数理的な側面は確率、統計、学習理論、計算理論、数理最適化、アルゴリズム、まあ、データ構造といった、まあ、情報科学の、まあ、基礎の部分に基づいているということで、その両方があるところが面白いところだなというふうに思っています。で、今もその研究は大体続けているんですけれども、まあ、皆さんに、お知らせできるような、分かりやすい例としては、不確実な、ソーシャルネットワークがこうあるとして、皆さんも SNS とか持ってると思うんですけれども、まあ、フォロワーといったように、つながりの関係を示すネットワークとか、あとはタンパク質間相互作用ネットワークのような、まあ、生物学とかで出てくるネットワーク、まあ、そういったものをから意味のある構造をなるべく少ないデータで抽出するような研究などをしていました。で、現在もこの分野は疑問が尽きないというか、やるべき課題がたくさん残っているので、この分野で研究を続けようということで、助教として所属しています。で、ちょっとまた番外編で写真をいくつか置いたんですけれども、博士課程以降は研究者は国際的な場で論文を書いて発表することが重要な仕事になっていて、まあ、その様子の写真をいくつか載せました。すでに最適化とか理論計算科学は、まあ、ヨーロッパで研究が盛んになっていたりします。で、真ん中はこれは人工知能の最大の国際会議の様子なんですけれども、まあ、たくさんの研究者が世界中から集まったり、まあ、企業の人も集まって、いて、1000本ぐらい論文が発表されるようになっています。で、右側は、機械学習の最大の国際会議に行った時の写真で、機械学習のコミュニティは、女性向けのワークショップだったり、マイノリティ向けのワークショップなども、そういったメイン会議と付随して、あったりします。で、右が、あれですね。同じ、分と同じ博士課程でアメリカの大学にいる学生が、非常に交流してくれて、まあ、その時の写真だったり、まあ、このように国際的な交流も、研究を通してすることができます。で、ここまでで、研究者を、ね、なんだろう、になった経緯というか、こう続けている楽しい理由みたいなのを、紹介しました。で、ここからは、もうちょっと具体的かあれなんだけど、数学はどのようにこう社会に役に立つのかを少しだけ紹介できればと思います。まあ、例えばなんですけれども、実社会、我々の実社会ではいろいろなデータがたくさんこう現れていますし、もうちょっと具体的な例だと、まあ、広告のデザイン、どれをこう選んだらいいのかっていう広告のデザインの、まあ、閲覧数というか期待利益というのも、まあ、ある意味でこうデータとしてこう収集できることができます。まあ、ただこれをそれぞれ扱うと難しいというか、これを抽象的にこう扱うことで、こう数学の世界で統一的に議論ができて、コンピューター上に乗せて計算をすることができます。まあ、例えばなんですけれども、これは数理モデルは研究者が考えることで一例なんですが、何らかの確率分布にこう従って生成されると考えたりだとか、ここでちょっと確率分布まだ学校で勉強してないかもしれないっていう方がいたら、サイコロを振ったことがあったら、それを想像してもらって、1、2、3、4、5、6まであって、
ったらどれかなって、まあ、それはあの確率6分の1、同じ確率で出るんですけど、まあ、それもサイコロも一つ、あの確率分布の一つで、あの実際のデータもいろいろ複雑で、連続の空間なんですけれども、まあ、そういったようなものがもう確率分布で、まあ、データもある意味では確率分布と考えることができて、もうそれがデータの背後に潜む、まあ、規則だと、まあ、見ることもできます。で、もうちょっと分かりやすい例を、紹介したいんですけれども、まあ、機械学習の分野のタスクで、まあ、最も簡単なものに、まあ、日次分類と呼ばれる問題があります。で、日次分類の目標は、与えられた画像が、まあ、例えばこの場合だと、犬なのか、猫なのか、こう自動で判別したい。これが目標で、まあ、入力データは猫の画像がたくさんあって、あと犬の画像もたくさんある。で、コンピューターはこの入力されたデータを受け取って、で、未知のデータが来たときに、猫なのか、犬なのかを、答える。まあ、これを行いたいとします。で、数理モデルの、まあ、一つの考え方として、まあ、データがある確率分布に従って生成されていると、例えば考えるとしましょう。で、ここでその元の猫の画像っていうのは、コンピューター上で、まあ、数学的に扱うためには、例えばベクトルでこう表現できるよねと考えることができます。で、ベクトルは皆さん、多分、学校で勉強すると思うんですけど、まあ、二次元の、まあ、向きを持ったベクトルを習うと思うんですが、まあ、ここではその二次元じゃなくて、三次元、四次元と拡張したような、ベクトルがあって、まあ、それだと思うことができます。で、で、やりたいことは、決定、その犬なのか猫なのかを分ける、まあ、境界を見つけることです。で、まあ、これをなんですけれども、まあ、実際どうやって解くかなんですが、間違いをこう少なくするように、まあ、決定境界をこう計算したいんですが、まあ、それはもうちょっと数学の的に言うと、まあ、訓練データにおける、まあ、エラー、誤差、間違いを最小化するように計算したいということになります。で、ここで、まあ、やっぱ数学を使うと何がいいかというと、まあ、いろんな課題というか考えることはたくさんありまして、まあ、入力のデータがこう間違っている場合だったり、ラベルがついていない画像があるぞとか、まあ、そういった問題があるんですけど、今こうたくさんいろいろ書いてみたんですけれども、そうやって議論したいことがたくさんあるんですが、これを数学を使うと、まあ、上記のことをきちんと正確に議論することができます。まあ、例えばなんかこれぐらいの誤差を達成するにはどれぐらいのサンプル、どれぐらいのデータの数がこう必要だっていうのを見当つきやすくなったりします。まあ、このように数学の、を使うと、言葉なんですよ。数学はもう言葉の一部で、その問題の性質とか、それを記述することができる。まあ、これが重要な役目だと思っています。で、そうです。さっき、ちょっと最適化の問題の、例が出たので、もうちょっと最適化の例もここで挙げたいと思うんですけれども、最適化問題と何かというと、与えられた、制約条件のもとで、より良い目的を達成するための、数字モデルのことです。で、ここで最適な意思決定っていうのを、まあ、最適解というふうに呼びます。まあ、例えば、まあ、経営者がいるとしましょう。で、この経営者は、解かないといけない、やらないといけない、終わらせないといけない仕事があって、仕事の集合があって、まあ、それをやる可能性がある労働者がいるとして、で、この仕事と労働者の間の割り当てのマッチングをこう求めたいとします。で、これは最適化問題として、まあ、定式化することができるんですけれども、まあ、そのためにまたタスクの集合と労働者の集合を数学的に表現して、まあ、コンピューター上に載せるために、まあ、必要な道具があって、まあ、これをグラフと言います。で、グラフはオブジェクトを頂点、そしてこの仕事はこの労働者にが割り当てられる場合にこの線を引いてるんですが、まあ、これを枝と言うんですが、まあ、これで
グラフというものが定義できて、これは離散数学で、ただの数学じゃなくて、それに離散がついた、まあ、離散数学という呼ばれる、分野があって、まあ、それで議論されているんですが、このグラフを用いると、最適化問題として定式化されて、でさらにそれを高速に解くことができる。このタスクの数が何百万と増えたり、労働者の数も何万、何億と増えても、その数に対してそんなに跳ね上がらず高速に解くことができる。そういうことが示されている。で、またこの数学にするということの、このちょっと強調したいこととして、まあ、今はこのタスクと労働者の話をしたんですが、これは例えば他のものにも応用できて、病院と医者のマッチングであったり、あとはまあ男性と女性のなんかまあ婚活のマッチングとかもありますし、学生と学科研究室の配属など、さまざまな実社会で割れる課題をまとめて抽象的に扱うことができて、最後なんですけれども、まあ、数理や情報分野を目指す中高生の皆さんへ、まあ、少しメッセージです。研究、この分野での研究や学びというのには、自分の考えたことを分かりやすく発表する、議論する、論文を執筆する機会がたくさんあります。その意味では、国語や英語も非常に重要なのだなということを今痛感しています。まあ、なので、その文系科目がいいから、じゃあ文系に行こうっていうふうにも考えてももちろんいいんですけれども、むしろそれを生かして数理のや情報の分野に行くこともすごくいいんじゃないかなというふうに思います。で、一方で数学がもし苦手で不安に感じている人もいるかもしれませんが、で自分も高校、中高の時はそうだったんですけれども、受験の、アドバイスにはなりませんが、研究の意味では、ある意味で制限時間は本質的ではないので、じっくり取り組めばいいんじゃないかなというふうに思ったりします。で、最後ですけど、進路選択というのは、さまざまなものがありまして、自分のこう周りにも最初から直線距離で、最短距離で情報科学科や情報工学科を選んで、数理情報にいる、情報オリンピックとか数学オリンピックとかに出ている人ももちろんいるんですけれども、そうではなくて、科学とか物理学出身だったり、自分のようにちょっと別のところ、生命系に入ってから、やっぱり結局こう数学や数理や情報の分野にできたという研究者も少なくはありませんので、中高生のうちに全て決める必要はなくて、ぜひその時々で皆さんの好きなものを、大切にして、進路を選択したり、今を過ごしていただけたらいいなというふうに思います。私からの講演は以上になります。ありがとうございました。